はい、どうもライトアップ TV です。どうも中山です。はい、TGK ライトアップ TV、撮りに来たわけじゃないんですけど、撮影の合間で、TGK ねライトアップ TV やるってことで今来てます。はい、今本当撮影終わりましたよ。皆さんどうですか、お元気ですか。はい、あの後ろでね、適当にやってるスタッフもいますけど、今回は、ね、TGK ライトアップ TV、ひろきコーチとひかりコーチがねものすごい熱い対決やりますんで、こうご期待ということでやっていきましょう。私にオープニング撮らせないスタイルですね。ライトアップ TV ができないっていう、みんな見たい人いる。あ、じゃあやります。一応、はいはい、じゃあやりましょう。やりましょうって言われてやるの恥ずかしい。はい、やりましょう。Welcome to TGK ライ。そうなんですよ、対決しようかなって僕思ってるんですよね。せっかくこんな広大な芝生ですよ、皆さん見てください、ものすごいんですよ今日。わかります、これ僕のグラウンドです。違うけど。TGK ライトアップ TV で、まあ、僕いろいろ今企画考えてるんですよ。はい、なんか最近なんかちょっとこう座ってね話すことがちょっと多いんで、やっぱりこういう風なね広い芝生で、どれだけねいいプレーできるのかっていうところをちょっと見たいなと思って、はい、だから企画としてはあっちまでね、200m ぐらいあるんで、あっちまでダイビングの競争とかそんなのもありかなと思ってるんですよ。皆さんどうです、見たいでしょ。見たいでしょ。はい、そんなのやりません。はい、ここから適当に企画、まあ、何もね決まってないんですよ企画なんで、ちょっと今から、はい、どうします、どうする？どうしましょう。でもな、でも大体シュートストップの普通の対決だったらヒロキに分が良すぎるもんな。距離感変える。あー、距離感、女子ハンデをくれるってことですね。例えばですね、あ、キーパーバトルやっちゃいます。やっちゃいましょうか。やっちゃいましょう。やっちゃいます。キーパーバトルが一番でも分かりやすいですよね、勝負としては。じゃあ、あそこまでゴールを運びますか。遠いっすね。運びましょう。はい、運ぼう。では行きましょう。しょ、まあ、音源探してくるの大変なんですけど。せーの、せーの、はい、はい、絶対いいって。え、待っとったろこういうの。バリきつい、やばい、俺グローブつけねえから滑る。中山コーチ提案のハンデをいただきまして、ひろきコーチが大人用のゴール 7m32 のゴール、私小学生の 5m ゴールっていうハンデでキーパーバトル1分間、はい、やりましょう。1分勝負でやりたいと思います。ひろきコーチはシュートを、はい、3本連続で外したら1点、1点です。1点、3本連続取り行かなくちゃいけないんで、僕の作業量として1点あげます。ありがとうございます。超スペシャルハンディが、じゃんけんですね。じゃんけんしてからスタート。最初はグー、じゃんけんぽい。ちょっと待って、キーパーバトルどこまで行っていいんでしたっけ。軽くルールを。キーパーバトルゴールエリアまで出ていいので、ひろきコーチそこまでですね。私ここまで狭くね。いや、そう、それだ。こんなもんか。ここです。で、青のセカンドボール、青のラインまで出て OK、はい、っていう感じですね。やりましょう、やりましょう。じゃあ進行です。中山コーチ、タイマーお願いします。タイマー、あ、はい、頭タイマーで、頭タイマーで。ちょっと待ってください。待ってください。ストレッチしとかね、本当に死ぬけんね。そうですね、うちって言って明日予選も待ってるんで。そう、明日あるんですよ。コーチたちは明日予選があるんで、この横を演習的な感じで行きますね。良いですか。行きましょう。行きます。
待ってやろうか。こっちやっていいよ。戻った。しょうがねえな。すいません。シュート打たれる瞬間はしっかり相手見て止まりましょう。そうっすね。ずっと動きよったね。うざっ。さっき負けたんすけどね。いや、そうっすね。なんか今楽勝だって言ってましたけど。うるせえ。いや、違う。ここで少年ゴールを守って勝ってもかっこ悪いやん。なるほど。かっこよさやろ、やっぱキーパーは。かっこいいポジションやけ。かっこつけてこ。大きいゴール守って勝ちます。ちなみに公開。いやでも 私の携帯でインスタライブがされております。納得いってないね。もう一戦する？反対で。まだ時間ありますよ。あと1分ぐらいなら。どうします？やります？トータルポイントで来そうじゃ。で、今 3-0 で光コーチ勝ってますね。違います。え？今 5-3 やね。5-3です。5-3な芝生にボールを蹴散らしていくスタイルです。遠いですね。
の中でもねかなりうまいっすよ正直。蹴れるし飛べるし。さあ光コーチが何点、もう一回教えて。今3点。じゃあ3点決めたら勝ちなんですね、光さんが。もうあげな。今何試合したんすか。なんか疲れてますけど。3試合何分すか。3分。いやーさあ私現役引退してだってもう6年経ってますから。6年、7年。ひろき氏は2週間、3週間ぐらいです。ほら、さっき水飲み行きよったし。さあ、スタート。終了なんすか。え、僕測ってないんで今から1分測ろうかなと思ったんですけど。ピッピー。キーパーバトル過酷っすね。ちょっと今回は敗戦だったんですけど、明日の予選会でリベンジできるように体調整えます。キーパーバトルのなんかこう勝利のなんかっていうか、こうなったらダメだなっていうなんかあります。なんかもう相手のスーパーセーブを見ると心へし折られますね。あー、やっぱそこ大事なんですね、キーパーにとっては。いや大事っしょ。結構いいとこ蹴ったと思ったら、ひろきコーチパスって取られた瞬間、あ、もういかん、もう入らんって思ってしまう。あー、そこから弱くなったんですね。はい、なるほど。決められることよりもそっちの方がきついかもしれないです。あー、なるほどですね。はい、ということでですね、負けました。弱かったっす。いや、負けるよ。誰にでも負けはあるけど、その中で、まあ、次回の次戦に向けて切り替えて主戦していくことが大事。次戦に向けて修正することが大事で、やっぱキーパーって止めれる技術必要だと思うんで、やっぱ練習、専門的な練習を早い段階で、私は受けてこなかったんですけど、ひろきコーチは受けてきて、やっぱりあんだけうまいセーブを見せてくれたんで、やっぱりいいセーブ
されると、まあ今回私はキーパーっていう立場ですけど、実際の試合だったフォワードの立場からするとめちゃくちゃいいシュート打ったのに綺麗に止められたら、やっぱりメンタリティ的には来るものがあると思うので、そういうセーブをするためにも、ひろきコーチは何歳からスクールいたんでしたっけ？自分は小学3年生なんで9歳ですね。9歳から18歳までおったっけ、9年間、10年間ぐらい、10年間ぐらい、やっぱスクールでみっちり練習してくるとやっぱあんな感じになる。で、私はスクールとかに行かず、特にキーパーコーチの方、まあ、最初の方は教えてもらってたんですけど、いない中で自己流でやってくると、やっぱ、まあ、女子と男子っていう差はありますけど、やっぱり技術的にもね、やっぱひろきコーチの方が十分うまいので、やっぱり早い段階で女子でも男子でもですね、専門的なトレーニング受けると未来は大きく変わると思うので、キーパーバトルぜひ女子も男子も来てもらって、でまだキーパーコーチいないよ、専門トレーニングできてないよっていう人は今からでも間に合いますので、ぜひ、TGK のパーソナルであったりとかスクールの方に来てもらったらいいかなと思います。今回ありがとうございました。ナイスキーパーでした。ありがとうございます。はい、女性のキーパーコーチだったり指導者の方、あとは女性のキーパーの子は、公式の DM だったりとか、公式の DM ちゃうわ、公式の LINE アカウントだったりとか、Twitter、Instagram やってますので、そちらの方フォロー、メッセージお待ちしております。ではまた次回の動画で会いましょう。 See ya!